高橋雄才11月3日昭和54年8月26日は内務官僚、実業家、ジャーナリスト、香川県知事、愛媛県西条市出身、高橋岩吉の長男として生まれる。明治40年3月、北予中学卒業。明治42年11月、警視庁巡査となる。1909年12月、神田警察署勤務となり、 深川警察署、三の橋警察署、本所愛よ警察署、早稲田警察署で勤務。大正4年2月、警察官練習所を卒業。同年3月、内務省に転じ、内務属として警保局法案課に配属され、さらに同局図書課に移動。同年10月、文海高等試験行政科試験に、主席で合格。大正五年七月、静岡県警視、 警察部法案課長に就任し、さらに同内務部学課長を務め、大正9年8月に休職。大正11年まで欧米に留学し、警察制度法を研究した。1922年10月、内務書記官、警保局刑務課長に就任。以後、静岡県書記官、内務部長、警視庁書記官、刑務部長を歴任。昭和六年六月、 香川県知事に任せられる。同年12月18日に休職し、翌年1月29日、伊岸面本館となり退官した。昭和8年1月、読売新聞社に外報部長として入社。勝利木末太郎の下で、主筆、副社長を務める。昭和20年12月に、読売新聞社副社長を辞任。昭和22年2月から昭和26年6月まで、 公職追放となった。昭和30年6月に、読売新聞社副社長に復帰し、昭和40年10月まで在任。その間には、プロ野球東京読売巨人軍球団社長、日本新聞協会会長なども務めた。昭和45年6月、読売新聞社最高顧問に就任した。昭和33年2月、中央大学から法学博士号を授与された。 また警察大学校名誉教授にもついている昭和54年8月26日に死去89歳坊津ありがとうございます